1962年の阪急ブレーブスでは、1962年の阪急ブレーブスの動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、徳倉勝城監督の4年目のシーズンである。徳倉監督が就任して4年、そろそろ A クラス入りを狙うチームは1960年の1年間、大前の監督を務めた西本幸雄を打撃コーチとして招聘し、立て直しを図った。 投手陣では、梶本隆雄、米田哲也の米梶コンビがこの年もローテを守り、6月からは、それまで先発3番手だった足立光弘がローテに入るなど層が厚くなった。打撃陣では、中田正弘やロベルトバルボンは、それなりの成績を残したが、後の選手は不調に終わった。チームは前年優勝の難解が開幕から再開を、 独走したこともあり常に A クラスにつけ、前半戦終了前には、首位の投影に大差をつけられながらも2位で終了。しかし、投手陣の高頭を打線が見殺しにする試合も、夏場以降多くなり、8月以降は、南海屋に私鉄に抜かれ、大前と同率の4位でシーズンを終えた。この年から、ホーム用のユニフォームを縦縞に変更し、 帽子マークも1983年まで仕様の H に変更するなど成績不上を狙ったもののカンフル材にはならず、徳倉監督はシーズン終了後辞任して西本打撃コーチが監督に昇格。チームは西本新監督のもと、右を曲折しつつも黄金時代を迎えることになる。ありがとうございます。